楽しみですね。まあでもなんか声優の養成学校ってこんな感じですね。なんか見た感じ骨のあるやついなそう。やめなさい。いやまあ確かにオーラあるやつ飼える。飼えるすぎる。ちょっと私たちが全部オーラ食っちゃってんのかなこれ。てかもうみんな遊びに来てるんじゃないですかね。あ遊びに来てるって帰れよ。確かにその通りだ。もうやっぱり。おいビビっちゃう、周りビビっちゃうから。おいビビってる暇ねえぞお前ら。その通りだ。ダメダメ、もう引き寄っちゃうから。あまあでもやっぱりあのプロ目指すってこういうことなんで。あそうですよね。結局プロの声優ってこういうことなんですよね。ごめんなさい。やったのちょっと近っちゃう。はい、授業始めますよ。はい、授業始めます。あ、すいません申し遅れました。私講師の諏訪部と申します。お願いします。ね、皆さんとは1年間ね、こうやって頑張って授業やっていくので、よろしくお願いします。では皆さんね、皆さん声優目指してるということなんですけども、まあ声優で一番大事なのって何かわかりますか？発声ですよね。そう、発声なんですよ。やっぱ発声というのは、やっぱり日々の基礎。基礎練習が大事になってくるので、まあ皆さん今日は基礎をやっていきましょう。じゃあ行きますよ。じゃあ僕の後についてきてくださいね。あえいうえをあお、あいうえを。はい。あえいうえをあお、あいうえを。あえいうえをあお、あいうえを。はい。あえいうえをあお、あいうえを。もうちょっとちゃんと声出そうか。ね。あえいうえをあお、あいうえを。すいません、すいません。ん、どうした？アフレコはやらないんですか？ああ、アフレコはまあ、カリキュラムには入ってるけど、今日はね、まあまず基礎ということで。基礎をずーっと続けてからのアフレコだから。ね、あ、すいません。うん。アフレコ、行けます。僕ら、行けますとは。僕らアフレコ行きます。行きます？僕ら、周りはどうかわかんないですけど、うん、僕たちは、もうそういうのは行けます。はい。なるほどね。基礎は大丈夫です。アフレコでいいと思います。ちなみに僕たちはもう、ちなみにですけど、先生がいらっしゃる前までに、もう発声練習は終えてます。あー、なるほどね。はい。あ、そういうことか。はい。あ、僕たちはもういつでもアフレコ行きます。お願いします。見てください。お願いします。はい。あー、じゃあ分かった。じゃあ、そうだね。じゃあ、一旦アフレコやってみようか。うん。じゃあ、はい、アニメ映像流れるんで、じゃあ、この台本ね、今から渡すから、それやってもらおうか。はい。うん。じゃあ、君からまずやってもらおうか。ね。うん。まあ、なかなか初回でね、やんないけど。じゃあ、まあ、みんなもね、よーく見といてね。じゃあ、行くよ。よーい。始まってるよ。あくまだ命命あっちょ始まってる。どうしたの？知らないとこにいるのか。これは命あれ。はい。うん。やってみてどうだった？やってみてどうだった？やっぱ恥ずかしかったかな。やっぱこうやって人前で喋るのってなかなかないもんね。やったことある？こうやって人前で喋ることとか。しましょうか。ん？まあこうやって今僕とも喋れてないもんね。やっぱそうやって人前で声を出すのに慣れるっていうのも基礎の一環だからね。やっぱ基礎でね、やっぱこうやって慣れていかないと。はっはっって、やっぱこうやって声出せる？ちょっと出してみな。うん、そうだよね。うん、そうそうそう。でもね、やっぱ最初はそうだよ。だからこれ基礎が大事なんだよ。ね。そう。あ、すいません。僕のターン行かしてください。あ、じゃあ君もやろうか。じゃあ同じ役で、じゃあアニメ映像流れるから行くよ。よーい。スタート。貴様か！私をこの世界に呼び出したのは、長い眠りから、ようやく覚めた。人間どもの命など知ったこっちゃない。ぐちゃぐちゃに粉々にしてくれるわ。さあ行くぞ、ダークインパクトアタック。はい。うん。うん。やってみてどうだった？あ、はい、うん。はい、え、お、はい、普通に、はい。
旧大店ってのがありましたけど、はい。まあ、旧大店、まあ、また、もっと上行けますけど、はい。はい。はい。なるほどね。はい、まあ、でもまあ、みんなも聞いて分かったと思うけど、やっぱ基礎ができてないんだよね。こうやって。やっぱ基礎の発声ができてないから、今みたいなね、演技というか、まあ、芝居が勝った感じになっちゃうんだよね。うん。どうだった？その旧大店って言ってたけど。え、僕の話ですか？うん、そうだよ。え？うん。いや、え？あ、いや、うん、具体的に。具体的に。はい、どこが？まあだからまあ、その発声がまずなっていない。そのプロの発声とやっぱ違うんだよね。え、何が違うんですか？え、僕結構今、声出てましたね。うん、まあ、さあみたいな。うん、大きい声は出てるかもね。まあでもそれがちゃんとキャラに伝わってるかどうかって言ったら話は別だから。で、そのみんなが万人に伝わりやすい声だって言われたらそれとも違うし。あ、でも、いやでも普通に僕の今の役で憑依できてたと思うんで。うん、できてる風だったよね、やっぱり。うん。風ってどういうことですか？うん、できてる風。だからその、君の声だったんだよね、結局。え、じゃあその、この今のキャラに、その、正解があるってことですか？まあそれはそうだよね。うん。え、どういう感じで喋ってたのか全然伝わってこなかったし。ああ、だからその、悪魔がその世界に呼び出されて、呼び出された時の主人公が、まあ、今でこの人間どもっていう、そのもう人間どもなんかいらないっていう気持ちで今言ってたんで、多分合ってるのかなと思います。うん、だからその気持ちを乗っけるためにはまず基礎が大事なんだよ。まず発声がなっていないから、そもそもので、その演技、なんかその芝居がかった感じだったけど、それはもう芝居ではなくて、その真似事みたいな感じだから。なんかやってたという言ってたけど、なんか何、その部活とか入ったりしてたの？部活とかじゃないんですけども、その放送コンクールとか出たりとかさ。無所属ですけど、うん、まあ、あの配信とか、配信とか、あと、あのアニメに合わせて、ああ、アニメに合わせて、はい、やっていたり。やっぱそういう遊びだとやっぱね、そうなっちゃうんだよね。そのアニメの真似事みたいなことだと、やっぱ今みたいな感じになっちゃうんだよね。みんなもそれがよく分かったと思う。だから多分そういう子供もいっぱいいると思うから。お金稼いでる。うん。そういう子もね、いっぱいいると思うんで。だからみんなもね、分かったと思うけど、基礎が本当に一番大事だから。こう一年間頑張ってね、その基礎をまず身につけていきましょう。それちょっと初回の授業ちょっとここで終わっちゃうんですけど、これからね、皆さん頑張っていきましょう。声優になるぞというね、気持ちだけは忘れないで頑張っていきましょう。じゃあ、ありがとうございました。え、ちょっと待って、できてましたよね。いや、満点だったでしょ。え、なんかさ、この学校厳しいみたいな、なんか見せつけたかったんじゃないですかね。てかさ、あれ誰だよ。あれ、あの諏訪部さんじゃねえ、諏訪部さんだったじゃん。誰あの人、誰だあれ。見たことも聞いたこともないんだけど、誰。いや、あれ漢字違いの諏訪部さんだった。あの諏訪部さんかと思ったら、え、ちげえ諏訪部じゃねえ。誰だあの諏訪部。無理か、ふざけんな。てかさ、他のやつらもさ、笑ってんなよ俺らのこと。確かに、ちげえから、こんなんじゃねえから。いい、マジでもうくだらねえよ、なんか。まあまあ、学校ってくだらないっすわ。確かに、まあ、なんかもう別に、うん、なんかできてたし、もう卒業でいいかもね。うん、全然いいでしょ。もうオーディション直でいいわ。オーディション直で、うん、もう全然。みんなも先生、頑張ってよ。あ、あれです、夢追いごっこやってればいいんじゃないですか。私たちは帰ります。はぁ、ほんとくだらない。また声が濃くてクズばっかだろ。チャンネル登録よろしくお願いします。中さん、それやめてもらっていいですか？それやめてもらっていいですか？